こんにちは。本日は無料でもらったみかんが一杯ありますので、このみかんでみかんジャムを作りたいと思います。しかもみかんジャムといっても、私糖尿病がちょっとありますので、こういうようなエリストリトールというような、甘味料を使います。糖質ゼロというより、ゼロカロリーですので、いろんな意味で、私に役立つんじゃないかなと。まあみかんにはもうすでにそれなりの、甘みがありますけど、これはちょっともう硬くなってるみかんだったんですね。もう一度今洗ってあるんですけど、皮がむきにくい、本当にこういうふうに小さくしかむけないような、みかんになっています。ですからこれを使ってより、美味しい、みかんジャムを作りたいと思います。では、今日の手順としては、まずみかんを洗うことで、みかんのヘタの部分とお芯の部分を切り取ります。そして5ミリぐらいの厚みに切って、またその後に砕いていくっていうような形になると思います。でその後に、今日は圧力鍋を使います。圧力鍋を使うことによって、硬い皮もなるべく食べやすくするために圧力鍋を使います。そして少しレモンを加えますね。で先ほど言ったようにゼロカロリーの商品を使うことになります。ではカットしていきたいと思います。カットって言っても大したことするわけじゃなくて、ヘタの方を落とします。でこのヘタを取りますね。でこの後にこのようにまあざく切りですね。でこれを鍋に入れていく。これを繰り返すだけです。小さなのもいっぱいありますので、このヘタの部分に苦みがいっぱいあるっていうのが実際ですので、それを除きっていうことですけど、まだ皮の部分にも結構、どう言ったらいいかな、苦みはあるんですよね。ですけど、まあ簡単な方法でできたらなと思っています。基本的に今回余ってるみかんがいっぱいあったもんですから、これをそうですね、約1キロほど、作りたいと思っています。こんな感じで、全て終えるようにします。まあ、ちょっと鍋から、ボウルの方に変えましたけど、同じことですね。後からちょっとグラム数を測りたかったもんですから、本当に綺麗な、みかんなんですけど、まあ唯一大変なのは剥きにくい。無料でもらったから文句も何も言えないんですけど、近所の方からいろんなものをもらうんですね。でね、それは本当に感謝です。それを大切に使いたいと思ってるんですけど、まあ結構そうね、もう一箱ぐらいは食べたかな。ですけどちょっと食べきれそうもなく、皮が硬くなってきましたので、今回はこのような感じに、まあオレンジマーマレード、みかんマーマレード、どう言ったらいいかな、みかんジャムを作ります。まあ愛知県の新城市っていうところに私たち住んでるんですけど、三ヶ日にも近いし、浜松の三ヶ日みかんって有名ですよね。そういう三ヶ日系のみかんじゃないかなと思いますけど、この頃のみかんはまあ品種改良をされて、皮も薄くなって、薄いっていうか剥きやすくなってきたもんですから、まあそれなりに本当に甘くて美味しいんですけど、なんか果糖を加えてるような甘みがありますよね。だからこういうような昔ながらのみかんって私大好きです。ズブラな私としては大量消費させたいっていうだけで、腐らしてももったいないですし、パンとかいろんなのにつけれるジャムになればいいかなと思って作っています。
こちらに、みかんを切り終わりました。で、重さをちょっと測ってみたいと思いますね。で、どうですかね。930g ありました。ですから 930g に対して、その5分の1、まあ、約 200g のこれを入れていきたいと思います。 200g 入ることができました。レモンもちょこっと入れます。まあ普通のレモンがあればいいんですけど、私は今サンキストのレモンを使ってます。で、これを混ぜていきます。何かいいのかな。まだちょっと硬そうなので、そうですね、ミキサーでちょっと砕くことにします。まあ、うちにはこのようなハンドミキサーがありますので、これで、ざっくり砕いていきますね。大体こんなような感じになりました。まあまだちょっと硬いところもいっぱい残ってると思いますけど、これを今から圧力鍋で料理していきます。この圧力鍋では、そうですね、最初沸騰するまで沸騰させて、その後行っていきます。 IH 調理器で、ちょっとクックしていきます。強火でまず沸騰するまで、いきたいと思いますね。で、また沸騰して、そうですね、沸騰して5分間この圧力がかかって始めて5分間ぐらいに弱火で煮詰めて、その後にまたちょっと様子を見ていきたいと思います。まあ、圧力鍋ですから柔らかくなると思うんですけど、そこら辺はどうなるか、こうご期待。あと少しで5分になります。圧力をかけたまま5分間圧力鍋で調理いたしました。そしてその後火を止めてから、はい、時間になりましたので火を止めて、このまんま圧力が下がるのを待ちたいと思います。火を止めて約20分経ちました。で、圧力もだいたいなくなったような感じですので、一度開けていきたいと思います。まだ圧力がある場合は結構シューって言いますよね。このような感じに出来上がっています。ただまだ水気がちょっとありますので、私の場合この後に少しまだ火をつけて、圧力をかけるんじゃなくて火で水分を飛ばしていきます。で、ちょうどいいかなと思ったぐらいのところまで、火で、まあ煮詰めていくっていう感じですかね。じゃあ火をつけますね。中火でいきます。まあそれほど問題ないと思うんですけど、気をつけないといけないのは焦げ付きですね。焦げつかないようにちょこちょこ、かき混ぜるようにしていきたいと思います。まあ、弱火ぐらいでいいかな。はい、5分ぐらい煮詰めてきたら、ちょっととろみが出てきましたね。で、こんなぐらいで大体いいと思いますので、うちではこれぐらいで瓶に移していきます。ただ瓶といっても煮沸して長期保存するためじゃなくって、今回は洗っただけの瓶ですね。洗っただけの瓶の中に入れていきたいと思います。で、この作ったのはまだ熱々なんですけど、これを瓶に移していきます。で、うちのですね、常温なんですけど、普通のこれはコストコで買った多分
ホワイトビネガーかなの瓶を容器をちょっと上っ面を切っただけのものですね。口が大きいのでこれを使って入れていきます。はい、1個目が終わりました。2個目も入れてきます。2個目もこんな感じで入りました。3個もいるかな。ちょっとちっちゃいのを探してみますね。ちょっと小さめの瓶がありましたのでこれに入れていきたいと思います。今回は硬くなった皮のみかんを使ってみかんジャムを作ることにしました。でこんな形のジャム瓶が2つとちょこっとですね、作ることができました。でこれでだいたい終わりなんですけど、まあこの場合煮沸した瓶に入れてない、ただ洗った瓶の中に入れてますので、そうですね 1,2 ヶ月ぐらいですかね、の使用期間で、食べることができると思います。で甘みも抑えてます。まあ、甘さは結構あると思うんですね。ゼロカロリーで作ったものですから、その辺がどうなるかということです。エリストリロールで作るゼロカロリーの、ゼロではないと思うんですけど、みかんの果汁のカロリーはあります。ですけど甘さ控えめのみかんジャムを作りました。どうもありがとうございました。